レオナルイス、レオナルイス、リオナルイス、1985年4月3日体は、イギリスの歌手、シンガーソングライター。イギリスのオーディション番組、X ファクターにおける優勝を経て、成功を収めた歌手としてられる。初シングルの、A Moment Like This が2006年12月に、発売され、発売開始から30分で55万人によって、 ダウンロードされるという世界的大ヒットになる。その次のシングル、b リ e ディン i n g Love がイギリスでは2007年の売り上げ1位になった。初アルバム、Spirit は2007年11月に発売され、イギリスアイルランドチャートで1位を獲得。デビューアルバムの売り上げ記録を両国で塗り替えた。X Factor 出身者で英米共に成功を収めたのは、レオナルイズが初めてである。 5歳の時に演劇学校に入学し、後に多数のアーティストを輩出してきたブリッドスクールに入学。12歳の時に初めて作詞をし、多数のタレントコンテストで優秀な成績を収めた。学校を卒業した後は、ウェイトレスやレジ店員の仕事などのアルバイトをしながら、レコーディングスタジオで活動する資金集めをしていた。デモアルバムを作成し、15歳の時に 音楽プロデューサーのマーレー・ウィルズの目に留まる。彼によってアメリカのソニーへと招待されたが、レコード契約をするには至らなかった。シンガーソングライターとしてのキャリアを諦めかけていたが、ボーイフレンドの勧めで X ファクターに応募した。2006年、第3シリーズの X ファクターのオーディションを受け、Over the Rainbow を披露。特に、 テイクザットの曲を歌うなどをして観客から歓声を浴びた。同年の12月16日に X ファクター優勝となり、ソニーとレコード契約を結ぶ。X ファクター期間中、レオナの声は当時の審査員、サイモン・コーェル、ボーイゾーンのマネージャー、ルイ・ウォルシュとシャロン・オズボーンからずっと絶賛されていたが、同時に審査員からはもっと自分に自信を持つべきだという声もあった。 決勝戦で、レオナとテイクザットとがデュエットした後、メンバーのゲイリー・バーローは、サイモン・コーウェルに、彼女今までこの番組に出た最高の出場者の多分50倍くらい才能があるだろう。だから、君には彼女と一緒に最高のレコードを作る大きな責任があるよ。と語りかけ、レオナに最大級の賛辞を送った。ケリー・クラークソンのア・モーメント・ライク・ディスをレコーディングし、 企 CD ショップに発送されたがこの時まだ、X ファクターで誰が優勝するかは確定しておらず、この曲自身も誰が歌っているのか、公にされていなかった。2006年12月20日に発売され、その3日前の17日には、デジタル配信でも発売されていた。発売開始から30分で55万回ダウンロードは、世界記録である。57万枚以上売り上げ、 テイクザットのペーシェンスを前衛チャートで破り、24日に2006年、イギリスのクリスマスナンバー1曲となった。前衛チャートで4週間1位の座を守り、アイルランドでは6週間続いた。2007年2月にアメリカの大手レコード会社と1000万ドル近くの契約を結ぶ。同月16日にアモーメント・ライク・ディスが2007年のブリッド・アワードの シングル部門にノミネートされたが受賞には至らなかった。デビューアルバムスピリットが2007年11月9日にアイルランドでイギリスでは同月12日に発売され両国のチャート1位となりまた初アルバムの最速売上記録を更新した。2008年1月に世界中で発売となりニュージーランド、オーストラリア、オーストリア、ドイツ、スイスで チャート1位を獲得。レオナは、ロンドン、マイアミ、ニューヨーク、アトランタで、マックス・マーティン、バックストリート・ボーイズ、ブリトニー・スピアーズなど、など著名な音楽プロデューサーとレコーディングをした。また2位を、エーコンとフィーチャリングをした。2枚目のシングル、ブリーティング・ラブ、ライアン・テダーラ提供が英国で2007年10月22日に発売され、 ルイスは X ファクターシリーズ4で初めてライブで歌った。発売日当日に6万6千枚を売り上げ、1周目で22万近く売り上げた。これは2007年の1周目の最多売り上げ記録である。全英チャートで7週連続で、アイルランドで8週連続でチャート1位を記録。また、ニュージーランド、オーストラリア、ドイツ、ノルウェー、スイス、ベルギー、オランダ。 オーストリア、ブルガリアで1位を記録。アメリカでもビルボードチャートで1位を記録し、UK 出身女性アーティストの前衛、全米1位は20年ぶりの快挙となった。2008年1月14日、ブリッドアワードにベストアルバムシングル部門を含む4部門でノミネートされ、2月20日の受賞式で歌うことが同時に発表された。ブリッドアワード当日、有力視されながら、 受賞を逃したものの、ブレディングラブを歌った。3枚目のシングルは、ダブル A サイドで、ベター・イン・タイム、フット・プリンツ・イン・ザ・サンドを2008年3月にリリース。これは、BBC 主催のチャリティ、スポーツ・リリーフの一環で彼女自身も、南アフリカ共和国を訪れている。2008年5月8日に来日、2008年8月24日の、 北京オリンピック閉会式で、ロックバンドレッド、ツェッペリンのギタリスト、ジミー・ページと共に登場。レッド・ツェッペリンの、胸いっぱいの愛を、を歌唱した。2009年には、ジェームズ・キャメロン監督の大作映画、アバターの主題歌、ICU のボーカルを担当した。同年11月にセカンドアルバム、エコーをリリースし、UK アルバムチャート1位を獲得。 同アルバムからのシングル、ハッピーは9月にリリースされ、UK チャートで2位を記録。日本でもトップ10にランクインした。2010年には、アルバム、エコーから、マイハンズが、ファイナルファンタジー13の海外版、テーマソングとして選ばれた。また、12月16日に、日本国内で発売となる XBOX360 版。 ファイナルアンタジーサーティンアルティメットヒッツインターナショナルのテーマソングでもある。また、ハイチューオー自身のチャリティソングエブリバディハーツのレコーディングに参加した。2010年5月から7月にかけて初のツアーザ・ラビリンスを行った。ロンドンにて、ガイアナ系の父親とウェールズ、イタリア、アイルランド系イギリス人の母親の間に生まれた。男兄弟が2名おり、共に イーストロンドンのハックニーで育った、12歳の頃からベジタリアンである、9歳の頃から付き合っている男性と共に暮らしており、将来は彼と結婚したい、と語っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。